さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草恋新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草恋新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなく大きな画面にしてお読みください。どっか一箇所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画の続きを見ることはできません。それでは行ってみましょう。令和3年4月7日水曜日、草恋新聞 FX 中野研究会ということでね、今日の千葉県松戸市は朝からすごく晴天で晴れてるんですけども、やっぱりちょっと寒いね。日中はもう日照りがひどくてね、真夏って感じだったんですけど、空気がね冷たいんですよ。朝とか夜はね布団かけないと眠れないって感じで、真冬、日中は太陽は夏ということなんでね、今年は冷夏だと思いますよ。今年の夏は冷夏で、食物食べ物がね不作になると思うんだよね。例外って言ってさ、お米とかね野菜とかがねもう取れなくて、まあ政府の備蓄米、小米とか小米を出してきてね、まあ来年は新米が食べられないと、今年の秋からね、まあちょっと今年の夏はね、まあ涼しくていいなとか言ってるかもしれないけど、まあ何十年ぶりかの冷夏だと思うんだよね。気をつけようね。で今日はですね、午後からですね、うちの母ちゃん、僕の母ちゃんがね入院してるんだけども、リハビリステーションに行ってきました。でね、今コロナだからね、一回も、まあ、入院してね、もう、2ヶ月ぐらい経つんだけど、一回もお見舞いで会えないんだよね。病院入れないし、会えないんですよ。今日、リハビリ施設でね、ガラス越しにですね、テレビ電話、タブレットでね、顔を確認して、会話してですね、本当嬉しくてね、涙が出てね、まあ久しぶりだな、元気だなって、涙がこぼれてですね、会えない、人に会えないっていうのはね、こんなに辛いんだって、こんなに辛いことだったんだなって、改めてですね思いました。 2ヶ月間もね、まあ母ちゃんの方はもっと辛いよね。入院してさ、スマートフォンも使えないしね、インターネットも使えないし、テレビなんか好きじゃないからね、で一日中ぼーっと天井見てるだけでしょ。目が悪いから本も読めないし、ずいぶんね不自由かけちゃったなと思ってね、反省したけど、にっこり笑ってくれてね、今日はね僕のこと覚えててくれてるからね。でいろいろもう歩けるようになってね、捕まり出しとかね、いろいろもう大丈夫だから早く家帰ろうねって言われて、本当に嬉しかったね。でまあ病院の人相談して、その後ね会議室で、まあ区役所のケアマネージャーが決まったら、まあね家に帰る前に、ベッドを用意したり、手すりをね工事したりですね、あとはでデイケアサービス、それを使えるようにしたりね、まあいろいろやりましょうというふうになりました。ほんで、まあ、実家にね、もともと、居候で住んでる長男がいるんだけどね。で、こいつがもうどうしようもなくて、家に金も入れないし、
電気代も払わないしね。で、今電気代僕払ってるからね、電気、ガス、水道ね、実家の。で、これどうしようもないから、これ追い出そうかって話になってさ、追い出して、で、僕とね、母ちゃんで、今まで悪かったねって。ね、あの長男ドラ息子を俺がぶっ倒してでもう外を追い出すわと。して今までね悪かった分ね、長男もうガミガミうるさいってねいつも言っててさ、母ちゃんかわいそうだったな一人にさせてって本当に反省してます。なのでね、まあ僕も人生残り少ないですけどね、一緒にねあの幸せになろうって、そうやってね、今日病院をね、去ってきて、本当にね、気分がね、爽快で、僕も安らかな気持ちになりましたね。で、今日はね、気分がいいので、さっきね、家帰ってきてすぐに動画撮ってます。ドル円の FX 相場と仮想通貨の相場についてね、ちょっと、検討してみたいと思います。それではね、ちょっと行ってみましょうか。まず、ドル円 FX の方なんだけども、これはね15分足ですね。まあこれが月足なんだけど、75移動平均線に当たってまあ跳ね返って帰ってきて下落ちてると読み通りでしたね。読み通りでしたね。でまあこれ週足ですね。300日かこれ300日移動平均線ちょっと上に、ね、抜けてから下落ちてますよと。でこれ日足ですね。はい、冷やしです。落ちてますね、やっぱね。で4時間足でもしっかりと落ちてきてるんで、これはね、今4時間足で75移動平均線に、これ引っかかってんだよ、これね。引っかかって、で、もじもじして75っていうのが一番強いからね。で75移動平均線にもじもじしてるんだけど、まあ、そうですね。今日の、ヨーロッパの中値がちょっと弱含みなんで、多分これ、夕方ぐらいからスコーンと抜けて落っこってきちゃうと思うんだよね、これね。で、これ1時間足ですね。まあ昨日の夜ストーンと落ちて、一旦プルバックで上がったけど、ストーンと落ちてると。で、これ30分足。まあこうやってね、1時間足だと、300日移動平均線でもみついてるよと。絡みついてるよと。で、これが30分足ですね。で、これ15分足で、まあ、これ見るとね、昨日の夜ストーンと落ちて、そっからまあ横横ですね。はい。まあ、上下に振れ幅はあるけれど、上下33ピップスの振れ幅はあるけど、まあ、そうでもないですね。今真ん中ぐらい通ってると。で今朝方中値でねこれ15ピップスぐらい上がったけど、中値過ぎて9時55分10時ぐらいでストーンと下がったんですよね。ここが一番低いんですけど、そこから上がってきてしまって、今ちょっと落ちてる感じですね。これ75移動平均線に当たってるんで、まあ何待ってんのかなと思ってたんですけど、これ15分足で75移動平均線に当たったんでね、ここ当たったんで、これでまあ、スーッと下がってくると思いますね。今日はもうヨーロッパ中値なさそうですね、今日はね。まあ、5分足はもう見てもしょうがないし、1分足見てもしょうがないですね、こんなね。まあ、15分ですね、今はね。75移動平均線に当たって、陰線、陰線なんで、こうずーっと下落ちてくると思いますね。はい、だから、まあ、相当ね、まあ、下げ圧力が溜まってるかなと思いますね。で、これはもうね、いや、これ押し目でさ、ってね、これ1月、2月でね、こうやって押し目で上がったじゃん、つって、これ、こういうね、こう横横で上がったじゃんってあるかもしれないけど、これも押し目でこうやって上がるんじゃないのってね、ここら辺と一緒で、こういうので一緒でね、これないから、これもう上、いっぱいいっぱいっていうのは私の方でね、情報を掴んでるんで、これはもう上ないですね。こう行ったとしてもちょろってね、こんな感じでこう下がってくると。これはもう上がってるんですよ。で僕はもうこの辺、中野研究会この辺で S 入れちゃってるから、まあ怖い人はね今一旦利確してもいいですけど、上がるかもしれないからね。ただまあ下がってきて上がり下がり上がり下がりだから、まあずっと今年いっぱいもうこの S をね
ずっと握りしめしても全然大丈夫と、まあ、いうことでございますね。そうですね、まあ今上がり下がりで、またちょっと75移動平均線に当たって、これ下がるでしょうね、これでね。血を抜かれる感じでストーンと落ちるでしょうね、これね。今ちょっと揉みついてる感じで、上にも下にも行かないっていう感じになってきてるんでね。はい。で、まあ、息の根を、はい、殺すって感じですね。まあ、昨日はね、ずーっと上がっちゃって、夜7時ぐらいまで上がっちゃってね、そっからストーンって、これはすごかったですね。これは見事でしたね、これ。80ピプスの大暴落でしたね。ここで100万通貨ぐらい入れればね、一気に、だから1、2、3、4、5、2時間半、まあ最悪3時間で80万儲かりましたね、これね。まあ、そういうことができるっていうことで、本当にまあ、海外 FX っていうのは楽しいですよね。あと仮想通貨なんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。これはね、SSD 載ってないね、まあ、ずいぶん古いパソコンなんで、ちょっと遅いですけどね。まあ、僕は大好きですよ、これ。このね、パソコンね。東芝ダイナブックで。また新しいの買いましたからね。同じダイナブックですけど、東芝ダイナブックで SSD 載ってて、一番いいやつね、T8 ってやつ買いました。まあ、20万円ぐらいしましたけどね。すごいね。時価総額が216兆円入ってますからね。で、ビットコインが639でちょっと落ちてると言うと、サリアム E も23万円とちょっと落ちてるけど、やっぱリップルだよね、112円。まさかのリップル112円。上がってますね。昨日100円つけて、まあ、1日で12円も上げてますもんね。これすごいよね。で、あと、カルダネーダがまあ、140円ぐらいですね。上がってきてますね、カルダネーダも。あとは、チェーンリンクとかシータ、やっぱシータがすごいかな、シータ。NFT ですよね、これね。まあ、トロンですね。トロンも上がってきてるけど、まあ、今日は下がりましたね。V チェーンがすごいね。V チェーンがもう13円になっちゃってるよ。これ0.2円とかだったんだよ、これ V チェーンって。0.2 円だったよね、これね。もう70倍ぐらいになっちゃったのか、これ。NFT。チーズも下がってますね。NFT 全体的に下がってますね。まあ今日は日が悪いって感じですかね。今日は調整ですね。はい。デファイはもう古いからなと思ってるんですけどね。デファイは。デファイはもういいかなと思ってますけどね。デファイはもういいかな。僕はもう、古いかなと思ってるんですけどね。ポルカドットエコシステムももういいじゃねえかなと。まあ、ポルカドットはイーサリアムの共同会社がポルカドットエコシステムやってますけどね。カルダネーダとまた違うイーサリアムの共同会社ですよね。3人目ですよね。まあ、ちょっともうこれもいいかなって感じですね。あとは、まあ、バイナンスエコシステムの方が全然いいよね。これバイナンスコインっていつまで上がるんだろうね、これね。僕ね、気づいた時には750円ぐらいだったんだけど、もう4万5000円だもんね、これね。どこまで上がるんだろうね。まあ、バイナンスは、まあ、これはもうどうでもいいよね。はい。そうですね、難しいですね。まあ今のところあれじゃないですかね。僕が注力したいのはリップルかなと思いますね。
リップル3年前ある日突然爆上げしたからね、25円ぐらいがいきなり400円だったからね。だからまた400円になりかねないからね。ビットバンク見てみますか。ビットバンク、ちょっとこのパソコン遅くなったかな。取引所と販売所って違うからね。取引所でやんないと、販売所手数料高いからね。取引所は手数料安いですからね。リップル112円って、まさかの112円。上げてますね、リップルね。いや、よかった。リップルだけが伸び悩んでましたからね。これ見て、この垂直上げ。2日間で、65円から112円か。すっごい上げましたね。で、これですね。まあ、これ見ていただければわかるんですけども、3年前ですね、これ。4年前か。2017年12月、9日ぐらいか。ある日突然上がったんですね、こうやってね。これ、その前の日までは25円ぐらいだったんですよ。それがドーンって上がって、これ、112円まで上がったんだね。で、その次の日が、153か。で、その次の日が、299で、その次の日が400円まで上がったんですよね。1、2、3、4日で400円までいったんだよね。25円からね。だから、リップルも、まだ2日しか経ってないですけど、こう気をつけないと、本当に、あっという間に500円とかね、1000円とかいってる場合があるから、だからリップルで儲けたいんだったら今すぐ買わないと、乗り遅れちゃうよね。まあ、1000円とかいっちゃうような気がするね。これがすごく低く見えるような感じになるかもしれないね。ほんと。ねえ。ビットコイン見たくね。こんな感じで1200円とか1500円とか。ね、3年前のこうビットコインと一緒だよね。これ250万で。今650万ですもんね。リップルバカ上げのサインがちょっと出てる感じしますね。だからリップルでね、本当に儲けたいんだったら、リップル足早いんだよね、とにかく。ちょっとでも遅れるともう買えないからね、悔しくて、あ、これちょっと上がっちゃったけど、これでプルバック、ちょっとピンバーが出て下がるでしょうね、これね。ピンバーですね、これね。ピンバーが出て、だいたいピンバーが出ると下がってくるんだよね、これね。75、こうって、ドーンって。思いっきりストーンとしてくるね。今、利益としては460万か。460万ですね。まあ、大した金額じゃありません。まあ、このポジションはね、もうちょっともう年内ずっと持とうと思います。で、まあ、5000万ぐらいになるかなと思ってるんですけどね、利益はね、今年はね。はい。またね、FX で利益を上げる方法とか、仮想通貨でね、わずかな1万円でね、1万円スタートで FX で利益を上げる方法、仮想通貨でね、利益を上げる方法、まあ一生、5億、10億つってね、一生まあ困らないお金をね、まあ、わずか半年1年でね、獲得して、まあ、あとはもう一切やらないと。ね。失敗してなくなっちゃうかもしれないからね。で、一生安泰の、まあ、お金がね、5億10億あって、税金払っても5億10億あると。一生安泰のお金に困らないですね。生活をするにはどうしたらいいのかと。まあ、もちろんね、それは、技術、テクニックだけじゃないんですよね。人間の精神面の、人間性の問題なんですけどね。はい。人間性が悪いやつにお金は、降ってこないですから、
どうせね、あのパチンコですってなくなっちゃうから、そういう人ね。人間性を変えないとFX でも仮想通貨でもやっぱり儲からないですよね。儲かったとしてもすぐなくなっちゃうということでございますので、まあね、いろいろね、お金に困って辛いっていう人は一度ね、私まで LINE いただければですね、いろいろ相談乗って、あ、人間性この人良さそうだなと思った人にだけ FX と仮想通貨でね、1万円から億万長者になる方法をお伝えしたいと思います。それでは今日はね、どうもありがとうございます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。